ボビー・リグスはアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身の男子テニス選手。フルネームはロバート・レラモア・リックズという。年代的には1938年にテニス史上初の年間グランドスラムを達成したドンバッジのすぐ後に位置している。リックスの前世紀はちょうど第二次世界大戦の竹縄と重なっていたため活動の舞台が大幅に限られていた。 彼はまた、1973年に、マーガレット・コート夫人や、ビリー・ジーン・キング夫人と、ザ・バトル・オブ・ザ・セキシスと名打たれた、男女対抗試合を繰り広げたことでも知られている。最初の妻、ケイ・フィッシャー・トリックスは12歳からテニスを始め、1936年から、全米選手権に出場し始めた。1937年には、ドンバッチに次いで、 アメリカの国内ランキング2位に躍進し、2度目の全米選手権で第2シードに選ばれた。この大会ではゴッドフリートフォンクラムに準決勝で敗退したが、その勝ち上がりの過程で、4回戦で日本の中の文章を3から6、7から5、6から3、8から6で退けたことがある。1938年にバッジはテニス史上初の 年間グランドスラムを達成した後、プロテニス選手に転向した。ここからアメリカの男子テニス界はリックスの時代へ移る。1939年、リックスは生涯で唯一の出場となったウィンブルドン選手権で男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3冠を獲得する偉業を達成した。男子シングルス決勝でエルウッド・クックを2から6、8から6、 3から6、6から3、6から2で破ると、男子ダブルスではそのクックとペアを組み、混合ダブルスではアリス・マーブルと組んで優勝した。同年に全米選手権でも男子シングルス初優勝を飾る。第2次世界大戦の勃発により、ウィンブルドン選手権を含む他の4大大会は開催が中止されたが、全米選手権だけは戦時中でも続行された。 1940年の全米選手権では、リックスは男子シングルス決勝でドン・マクニールに敗れて2連覇を逃したが、アリス・マーブルとの混合ダブルスで優勝する。1941年全米選手権で、彼は2年ぶり2度目の男子シングルス優勝を果たした。リックスのアマチュア選手としての経歴はこれで終わり、彼もこの後すぐにプロテニス選手となった。その後は、 全米プロテニス選手権などでドンバジラと試合を続けた。1967年に国際テニス殿堂入り。それから6年後の1973年、55歳のボビー・リグスは久々に表舞台に顔を出し、マーガレット・コート夫人やビリー・ジーン・キング夫人と男女対抗試合を行った。この時代はテニス界で男女の賞金格差が問題になり、 女子選手たちの不満が高まっていた。リックスはまずコート夫人に挑戦を申し入れ、5月13日の母の日に行われた試合では、リックスが世界一有名な母親コート夫人に6から2、6から1で勝った。この後、リックスは、私は男女同権運動を代表するビリー・ジーイン・キングと試合をしたいと、小裸に叫び、キング夫人への挑戦を宣言する。 4ヶ月後の9月20日、テキサス州ヒューストンで行われたキング夫人とリックスの男女対抗試合は、ザ・バトル・オブ・ザ・セキシスと名打たれ、大々的な告知が行われた。試合会場には3万人を超える観客が集まり、テレビ中継でも大勢の人々が見守った。今度は、キング夫人がリックスに6から4、6から4、6から3のスコアで勝利を収めた。 この試合をきっかけに工業としての女子テニスが発展し始める。リックスはキング夫人と性別感の戦いを繰り広げた1973年にコートハスラーという題名の辞典を出版している。ボビー・リックスはその後静かな予生を送ったが1988年に前立腺がんの診断を受ける。1995年10月25日、リックスは カリフォルニア州ルカディアにて77歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。